はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は新十津川町にあるそば打ち体験ができる民宿についてです。皆さん、新十津川町行ったことありますか？新十津川町は人口が約6500人で、2020年5月に廃線になりました。 JR 薩摩線の終着駅がありました。こちらの民宿はログハウスのような建物で、お風呂はヒノキ風呂です。土日限定ですが、有料でそば打ち体験ができます。こちらの夕食には手打ちそばも出てきます。そんな新十津川町にある民宿フィンネスを紹介したいと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。こちらの民宿があります新十津川町は、札幌市から約 90km、 車で約1時間半、また旭川市からは約 65km、 車で1時間15分程度の場所にあります。この町はお米が有名とのことですので、観光キャラクターは十津川米蔵だそうです。この民宿の名前の由来は、この町にあるフィンネシルという標高 1100m の山の名前から名付けられたそうです。こちらの看板を曲がります。右手に見えますのが今回宿泊しましたフィンネ荘です。奥に見える建物はそば打ち体験ができる建物です。ここで一旦しましたら、フィンネ荘の正面に到着しました。はい、建物の中に入った後、廊下を歩いていきました。ログハウスのような木のぬくもりを感じますね。こちらは家のリビングのような感じですが、こちらでこの後夕食を食べました。宿泊する部屋に入っていきます。部屋は典型的な和室で、すでに布団が敷いてありました。この建物はフリー Wi-Fi が使えませんので注意です。部屋に荷物を置いた後、今度は洗面所や浴室を見に行きました。こちらの洗濯機は無料で使用することができます。ちゃんと洗剤も置いてありました。洗面所とトイレがありました。奥に歩いていきますと浴室がありました。サウナは残念ながら故障していまして使用することができませんでしたが、こちらのヒノキ風呂でゆっくりお風呂に入ることができました。お風呂に入ってから夕食を食べました。今回いただきました夕食は、まず地元産のそば粉をこちらの店主が手打ちで打ったそばは、麺が太めの田舎そばで甘めのつゆと合いました。事前にリクエストしておけばそばの大盛りもできるそうです。また刺身はサーモンと甘エビでしたが、甘エビが甘かったです。とんかつやカニ爪フライなどもありました。こちらの当番焼きは牛肉やナス、玉ねぎ、きのこなどが入っていまして、ネギの入ったタレにつけて食べました。ボリュームもあり美味しかったので、とても満足できました。次の日朝起きた後、部屋の窓から外を覗いてみました。私が宿泊した時はちょうど葉っぱが色づいていて綺麗でした。昨日あれだけ夕食を食べても朝起きると食べれちゃうんですよね。サバの塩焼きは油が乗っていましたし、椎茸のバター炒めは椎茸が大きくてかつ厚みがあってバターとマッチしていました。自家製のたくあんも歯ごたえがありました。どの料理も美味しかったです。こちらでは事前の予約が必要で、土日のみですがそば打ち体験をすることができます。料金は材料費込みで税込1400円だそうです。体験時間は
1時間ぐらいでそば打ちを体験できるとの話でしたので、次回宿泊した際には体験してみたいと思いました。私はこちらにお示ししています新十津川割を使用しまして、1泊2食付きで税込み3500円で宿泊することができました。この新十津川割と11月15日までですが、新しい旅のスタイル通称道民割の2つの割引があります。ただ両方の割引を適用することはできないそうですし、この動画をアップした時には予算枠がなくなっている可能性があるかもしれません。その時は申し訳ございません。ただ割引がなくても1泊2食付きで税込み6500円で宿泊することができますし、新十津川町にふるさと納税をすれば返礼品でペア宿泊券をゲットすることができます。こちらに宿泊しますと、ピンネ荘から車で約5分くらいの場所にあります新十津川温泉グリーンパーク新十津川の温泉入浴券をもらうことができます。こちらはチェックアウトの日まで使用することができます。朝8時から温泉に入れましたので、私はチェックアウトした後こちらの温泉に入って帰りました。温泉の色も黄金色で肌触りも滑らかな温泉ですので、ぜひこちらの温泉も入ってほしいです。支払いですがクレジットカードは使えず現金のみになります。これで今回の動画は以上になります。今回紹介しました新十津川町にありますそば打ち体験ができる民宿ピンネ荘は、新十津川でそば打ち体験や美味しい料理などを格安で味わえる施設です。新十津川で満足度が高い民宿に泊まりたいと思った際にぜひ訪れていただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。十津川米蔵。